第33回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞で助演男優賞を受賞しました妻夫木聡です。とにかく嬉しいですね。でもなんか本当今回は何ですかね、まあ、今回はっていうよりもいつもそうですけど、こういう個人で賞をいただくときって本当なんか嬉しさよりも感謝の気持ちの方がとても強くなってしまって、いつもなんかこう実感がないんですよね。特に今回の役は、まあ、主に浅田家とレッドとあと一度思ってませんが対象だったと思うんですけれども、どの役に至ってもなんか本当に誰かにその役にしてもらった、まあ、浅田家で言うと二宮君に僕はやっぱり兄貴にしてもらえたと思っているし、レッドに関しても加穂ちゃんに倉田にしてもらえたと思うし、一度も打ってませんに関してもやっぱり皆さんが僕のなんか支えてくれたって逆にイメージの方が強くて、なんか誰かを支える、なんだろうな、誰かのためになんか尽くしてたっていうイメージしかないので、なんていうか全然実感が湧かないんですよね。だから、うん、本当に皆さんに感謝したいなっていう気持ちですね。浅田家だけじゃないのかもしれないけれども、なんか支えるっていうことがとにかくあったのかな。自分をこう犠牲にして誰かの幸せに願う、誰かの幸せを願うことっていうことをすごく僕自身、その実際に浅田家で演じた浅田幸宏さんってお兄さんの役だったんですけれども、実際の本当の幸宏さんがそういう方で、あのいっぱいお話を伺ってる中で、やっぱり、うん、親が喜ぶのが一番の親孝行、なんだろうな、そういう自分の身を落として何かに尽くすっていうことがすごく自然にできてる方で、僕もそういう人物であれればいいなっていう思いだったんで、とにかく、二宮くんの兄としてこう何ができるかなっていうことばっかりを考えていた日々でしたね。一番最初に撮った写真が選挙の演説カーでこう演説してるやつだったんですけど、実際は当然昼間に撮ってたりするんですけど、やっぱ撮影がなかなかこう実際の撮影の方が押しちゃって、その写真撮影の方が割と日が暮れてきちゃって、いきなり最初の撮影からこう日を作らなきゃいけなくなって、照明さんがすごく大変で、なんか絵の構図よりも照明さんがすごい大変そうで、もうなんていうか明るくしなきゃいけないっていうので、でもスケジュールがなかなか皆さんなかったので、最初からずっともう大変でしたね。結構こうなんていうか出来上がったものをに近づけるっていう方向性の方が強いと思っていたので、すぐ終わると盛り込んでたんですけど、意外とやっぱりこう元々あった浅田さんが撮ったその家族の写真、その浅田家の写真がやっぱりあまりにもいい出来だったんで、それに近づけるっていうのは結構大変だったんですよね。まあ、でもその大変だったからこそ僕たちの家族だけの浅田家の写真たちが出来上がったんで、まあ、いい思い出です。浅田家っていう映画に関わって、やっぱり家族の話っていいなって純粋に思えたし、特に今年はコロナで本当にみんな辛抱の年だったと思うんですよね。なんかそんな中でやっぱり家族の大切さだとか重要さっていうのをすごく僕たちは学んだと思うんですよ。また改めて知れた年でもあったと思うんですよね。だから本当僕自身も本当もっと家族の話をまたやりたいなって純粋に思いましたね。今年40なんで、なんかちゃんとお父さんの役やりたいのかなって、子供と向き合う役をやりたいなってすごく思いましたね。なんか昔まではあんまり考えたことはなかったけど、すごく今なんか親子の話とかそういうのをやりたいなってすごく思ってますかね。のび太くんの役は本当にCM の頃からずっといろんな縁でやらせていただいているんですけれども、声優っていうのも本当に難しいかったし、もっともっと僕自身広げていきたいなっていう思いもありますね。本当に面白かったんで、なんかやっぱり
実際に演じるものとは声のお芝居ってすごく違いはあると思うし、表現の幅っていうのがまたさらにそれで広がるかもしれないと思うので、やっぱりもっと挑戦していければいいかなと思ってます。まあオファーがあればの話ですけどね。第33回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞で助演女優賞をいただきました渡辺真紀子です。この度は大変栄えある賞をいただきまして、とてもとてもとても嬉しく思っております。すごく今年1年は、まあ、私だけではないですけれど、いろんな方たちがいろんな困難に見舞われた1年だと思うんですね。で、急一瞬なんていうかな、全てが急によくなるようなことはなくて、とにかく今この時期をどうやって生きていくのかって、 今の時間を捨てずに諦めずに生きていかなきゃいけないっていう、まあ、辛抱の1年だったように思うんですね。でその年の最後にこういう、 こうご褒美といいますか、何か自分がそこに生きてたってことを認めてもらえるようなものをもらったっていうのは、この先もずっとコツコツ、まあ、今まで通りといいますか、一生懸命誠実に仕事していけたらいいんじゃないかなというふうには思ってます。はい、ありがとうございます。本当にね、本当に嬉しくて、番手もその助演に満たないような番手だったと思うんですけど、仕事を始めて多分30年経ってる時に、私の存在は何なんだろうって本当に今年1年は思ってたんで、とてもとても本当に励みになります。たくさんの方が多分後押ししてくださったんだなと思って、そのことに応えられるように頑張っていきたいなって思ってます。第33回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞で監督賞をいただきました黒沢です。まあ、日本の芸能映像文化にとってとても重要な賞だろうと思います。その日刊スポーツ大賞、僕のようなものがいただけたということを大変光栄に思っております。これを励みにさらに、皆さんに、楽しんでもらえる作品を撮れるよう、努力を続けていきたいと思っています。今回1940年の、神戸という場所が、設定されていたんですけれども、神戸で起こる物語ですが、で僕実際神戸の出身なのでよく分かってるんですけども、神戸で、撮れるとこもあったんですけど、1940年代の神戸は、ほとんど神戸にも残っていないので、実際は神戸だけではなくて関東のあちこちとかで、撮りました。で日本のほとんどの人は気づかないと思いますけど、神戸の人はすぐ気づくことがあって、僕もそれは最初から気づいていて悔しいんですけど、嘘と知りつつやったのは、最後海が出てくるんですけども、どう見ても千葉の海だなっていう、どう考えても千葉なんですね。実際千葉なんですけど、そこを神戸の海と称してやったことが、神戸出身者としてはちょっと残念だったと思いました。ただ実際神戸で浜辺を撮ると、もう明石大橋とかですね、映っちゃいけないものが映りまくるので、神戸で撮ることはやっぱり断念したんですね。